7月、隅田公園そよ風広場で第3回寺島ナス祭りが行われました。寺島ナスとは、江戸時代の頃、寺島村、現在の東向島で盛んに栽培されていたもので、一度は幻となりましたが、東向島の地域の皆さんの力で復活した江戸東京野菜です。そしてこの祭りのメインイベントは、区内のお店が寺島ナスを使った自慢の料理を参加者が食べ比べをした後投票し、グランプリを決めるもの。名付けてナスワングランプリ。参加したお店は9店舗、一気に紹介します。まずは押上義勝さん、寺島ナスと鶏からの揚げ浸し黒酢仕立て。レガートさんは寺島ナスアンティパスト3品盛り合わせ。天童寺さんは寺島ナスの南蛮漬け。亀パンカフェ隅田食育グッドネット、北海道目室町のコラボチームは寺島ナスのピザ。続いて三日月さんは寺島ナスのさっぱりマリネ。バーアンビエンスさんは寺島ナスのピンチョス3種盛り。ボンズハウスさんは自家製醤油麹漬け寺島ナスのフリット。ゴースト SB さんは寺島ナスチキンバーガー。そして最後、イルト便利さんは寺島ナスカレー。どの料理も暑い夏に食欲をそそる一品。皆さん舌鼓を打っていました。投票は購入した時に渡された印のついたお箸で行われ、厳正に集計されました。果たしてグランプリは？栄えあるグランプリに輝いたお店は、亀パンカフェ隅田食育グッドネット北海道目室町のコラボチーム。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとう。北海道の目室町さんの今回小麦を使ってピザ生地を作りまして、でそこに寺島ナスを乗せるというところで作らさせていただきました。でその北海道目室町とのつながりを作っていただいたのが隅田食育グッドネットということで、今回その3つの団体のコラボということでグランプリ取れてすごい嬉しいです。ありがとうございました。準グランプリは押上義勝さんでした。大いに盛り上がった寺島ナス祭り。これからも寺島ナスを通じて人々が笑顔で触れ合える街になることを目指していきます。